ディアーズ花言葉物語、青の季節。秋を担当させていただきますナビゲーター、秋の妖精林道と申します。こちらでは私が秋の誕生花であります9月の林道、10月のダリア、11月の椿についてお話しさせていただきます。ではまず9月の誕生花林道から。夏の終わりから秋にかけてだんだんと涼しくなってきた頃に濃い紫色の花を咲かせる林道は、元の名を、その根が竜の肝のように苦いという意味から竜胆と言います。東洋風の印象を受ける名前ですが、林道は世界中にある花なのです。香りもなく決して目立つわけでもないこの花が、ひっそりとどんな歴史を歩んできたのでしょうか。日本から遠く離れた異国の地エジプトで、林道は古来より知られていた花だったのです。林道は花ではなく主に根を使う薬草として使用されてまいりました。特に竜の肝のようだと言われた苦味がマラリアの特効薬とされ、さらにその特徴ある苦味はビールに入れるホップの代わりも務めてまいりました。秋の夜長とはよく言ったものですが、照りつける太陽から解放され肌寒くなるこの季節は、寂しさを感じることもございます。そんなどうしようもなく心細い気持ちをなだめるためにも、林道を乾燥したものを煎じ、現在でも精神を安定させる薬として使われています。ハーブティーとしていただくには少々苦味が強そうですので、あくまで薬として。私としたことが、花言葉のお話をしなければならないところを、これでは薬学になってしまいますね。申し訳ございません。少々趣味に偏ってしまいました。それでは改めて花についてご説明させていただきます。花の色は濃い紫紺というイメージがありますが、日本の野山に自生しているピンク、白、黄色といったものも昔から親しまれてきました。寒さに強く、曇りの日には花は開かないという特徴を持っています。また変わった仲間に、お山林道という巻いたつぼみのままの花弁で花が開かない種類もございます。さて、その凛とした花に贈られた言葉は、迷いなき選択、または悲しんでいるあなたを愛する。アルプスの高い高い山の上に咲く青い林道、旅人の憧れでもある青い花。迷いなき選択は、群生せずただ一輪咲くその姿が言葉の由来だとか。また悲しんでいるあなたを愛するという言葉は、悲しげな乙女を思わせ愛さずにはいられない気持ちを込めたのかもしれません。それではここで林道にまつわる物語をご紹介いたしましょう。昔々のお話です。ある秋の終わり、オズノという男が日光の山奥を歩いていました。オズノは山で修行をする行者でした。町や村を通り過ぎ、険しい山道をいくつも越えて歩きながら修行していると、貧しく粗末な家ばかりが目に入ってきます。ああ、かわいそうに、あの家もこの家も
病気で苦しんでいる人ばかりだ。どうしたら皆さんを救って差し上げられるのだろうか。貧しい人たちは食べるものはあっても薬を買うお金はないのです。オズノは行者ですから、もっと修行をして仏の道を極めたら病人を救うことができるのだろうかと考えますが、きっとどんなに祈っても病気を治すことはできないでしょう。やはり医者でもない私にしてあげられることはないのだろうか。ため息をつきながらオズノが山を登っていると、目の前にウサギがやってきて、しきりに地面の匂いを嗅いでいました。不思議に思ってオズノがウサギを見つめていると、ウサギは前足で地面をほじくり、草の根を掘り起こしました。ウサギさん、根っこなんか掘り起こして一体どうするつもりなのですか。オズノが尋ねると、ウサギは、これはリンドウの根です。秋の初めに美しい紫色の花を咲かせるから、人間は花ばかりをめでるけど、私にとっては花より根っこの方が大切なのです。リンドウの根っこには病気を治す力がある。だから私はこれを病気の子供たちのところに持っていくのですよ。そう言うと、ウサギはリンドウの根っこをくわえて走っていきました。ウサギの言葉を聞いたオズノは、ウサギの病気が治るなら、みんなの病気も治るかもしれないと思い、リンドウの根を持って村へ行きました。オズノがリンドウの根を煎じて病人に飲ませると、みんなすぐに元気を取り戻したのです。この根っこがあれば病気を治すことができる。だけどよく聞くからといって全部取り尽くしてはいけないよ。来年も再来年もリンドウが花を咲かせられるように何本か残しておきなさい。それから年月は過ぎ、日光に近い二荒山では秋が来るたびリンドウが咲いて、人々は今も根っこを集め薬草にしています。あの時オズノが見たウサギは二荒山に祀られている神の化身だったと伝えられているのです。以上、二荒山に伝わるリンドウの物語でした。